おい、こっち。よかった、来てくれたんだ。ごめんな、急に呼び出して。びっくりしたよな。あのさ、今日、お前を呼び出したのは、俺の気持ち、伝えたくて。その、俺さ、お前のことが、好き。よかったら、彼女になってほしい。どう？かな？まだ俺のことを知らないから、付き合えない。そっか。そうだよな。じゃあ、俺のこと、たくさん教えてやるから。今から俺んち、遊びに行こうぜ。急には無理って、そんなはずないよな。だって、今日は顧問の先生が休みだから部活はないし、塾は明日だし、友達と遊ぶのは、明後日だよな。今日は予定ないはずだろ。なんでそんなこと知ってるのかって。当たり前だろ。お前のことだったら、何でも知ってる。身長、体重、血液型、家族構成、部屋の間取りも、最近寝る前に聴いてる曲も、あと、お風呂でどっから洗うかも知ってる。なんでそんな怖がってんだ。好きな人のことを調べるのは、当然だろ。俺は君のこと、こんなに知ってる。だから、あとは君が俺のことを知ってくれればいい。な、お家、行こっか。ダメ！逃げないで。ごめんね。手掴んじゃって。痛くなかった。俺、体も大きいし、力も結構強いからさ、痛いことをしたいわけじゃないんだ。ただ、俺のことを知ってほしい。それだけでいいんだ。校門の前に、お迎えの車来たるから、一緒に乗ろう。うち、広くて驚いた。自分で言うのもなんだけど、親が金持ちなんだ。ここが俺の部屋。緊張しなくていいよ。好きなように座って。ほら、ジュースとお菓子もある。はい、どうぞ。美味しい。そっか。よかった。このクッキー、母さんの手作りなんだ。お菓子作りが好きで、いつも作ってるんだ。どうした？男の子の部屋、落ち着かない？そっか。そうだよな。男の子の部屋に来るの、初めてだもんな。今まで、元彼とは、君の家で会うだけで、相手の家には行ったことなかったもんな。どうした？急に立ち上がって。待って！そのドア、明るい。この部屋はさ、実は、俺の部屋じゃないんだ。
君を呼ぶために特別に作ってもらった。内部からは認証しないと開かないようになってる。どうしたんだ、そんなに焦った顔して。ほら、こっちおいで。はい、捕まえた。身長差があるからちょうど俺の胸に顔が当たるな。どう、いい匂いするだろう。頭がふわふわして溶けそうな匂い。頭撫でてやる。目がトロトロしてきちゃったね。かわいい。どうせ隙を見て逃げればいいと思ってたんだろう。絶対に逃さないから。さあ、そろそろ体から力が抜けてきたか。クッキーに混ぜてもらった薬が効いてきたみたいな。ほら、ベッドまで抱えて運んであげる。じゃあ仰向けにして。よし、じゃあ君の上に。また誰だよ。どう、自分より大きくて強い男にまたがられるのはすごく興奮しない？怖いのか？大丈夫、こうやって覆いかぶさって、言ったろ。俺はただ君に俺のことを知ってほしいだけなんだ。俺のことを知って好きになってほしいだけ。まあ、好きになってくれないならこの場所で既成事実作っちゃってもいいんだけど。なあ、それじゃあさっきの告白の答えもう一回聞かせて。俺のことは好き？恋人になってくれる？そっか、俺のこと好きになってくれたんだ。嬉しいな。じゃあこれからは恋人同士だね。よろしくね、彼女さん。ああ、言っとくけど、今の答え録音させてもらったから、後から言ってないなんて通用しないから。さてと、君と恋人になれたことだし早速しよっか。話が違う？何が？恋人同士ですんのは自然なことだろ。別に告白受け入れてくれたら既成事実作らないなんて言ってないんだけど。なあ、キスしよっか。ほら、これも飲んで。
早速始めようか。たっぷり愛してあげるから。